何万打仏、何万打仏、何万打仏。何万打仏、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 何万打仏。何万打仏、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 何万打仏。何時一心に少年にして直ちに来たれ、我よく何時を守らんと。何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏。おはようございます。朝早くからのお参りどうもありがとうございます。今拝読させていただきましたのは、二画白道のね話において、阿弥陀様が私の方に言ってくださっていることなんですね。何時一心に少年して直ちに来て、私がすぐに来なさい、今すぐ来なさいと、今すぐ私にねのとこに来てください、私が必ずあなたを守ってみせますというね宣言なんです。私ね、このことでね、今日はねちょっとね、お薬というかねお医者様、そういうことをねお話ししたいと思うんですが、というのはね年末に風邪をひきまして、夏風邪ね、なかなか治りませんでしたね。でそれでね、病院に行きまして、でいろいろ思うことがあったんですね。病院はね嫌なところですね、嫌いですね。でしみじみね小さい時のこととかを思い出しておりまして、私は病院が嫌いでしたね。そして特に注射が嫌いでした。注射がすっごく嫌いで、物心がついて注射がというものがあるということが分かってからはですね、病室に入ったら必ずですねものすごい勢いでお医者さんのことをにらみつけてね、注射は嫌いよとね宣言していたんですね。もう何も言われる前からまずその宣言をしようというのをね固く心に決めて、病院に行ってましたね。3歳、4歳、5歳、6歳ぐらいまで言ってましたね。ならお医者さんがねとても喜んだように笑われていましたね。それがなんで笑うんやろうかと思ってましたけど、すごく小さい子にね睨みつけられてですね、注射は嫌いと言われたら結構面白いと思いますね、今思いましたらね。で私が病院に行きましたらね、やっぱり小さい子供がね受付でねこう走り回っておりました。その子はまだね言葉もはっきり言えないような感じでしたね。でも、何か違うところに連れてきてもらったということでね、とても楽しそうに受付をねこう走り回ってるんですね。楽しくて仕方ないんですね。椅子に上がったり降りたり、受付のねお姉さんたちの方に行ったりですね、ちょっとした階段の段差が嬉しかったり、新たなお客さんが来たらね珍しいものを見るように走っていったりですとかね、そういうことをしておりましてね、まあ可愛らしいなと思っておりまして、楽しいんやろうなと思って眺めてました。いやーこんなかったよなーっていつこういう気持ちを忘れたかなと思いながら、見ておりまして、それから、私も先生に呼ばれるようにね上に上がりまして待ち合室で待っておりました。そしたらですね、ちょっと待ったんですね。そしたらしばらくしたらものすごい声でね叫び声が聞こえたんですね。もううわーうわーうわーっていうね、もうこの世の終わりというような叫び声がすっごい響いてきて、びっくりいたしましたね。でちょっと考えてみましたら、子供の声なんですね。
その子、あの走り回ってた子の声なんです。あの子見てもらって病室に入ってお医者さんに会って初めてね、あ、こういうところなんかと、わからないですけど、なんで自分がこういう痛い目に遭うんだということで、ものすごい叫び声ね、もう今にも死ぬような声を上げてたわけなんです。ああ、そうやったんやな、辛いな、かわいそうになと思ってまして、こういう時があったなと思いましたけど、そこでね、ふと思ったのは、いやいや、こういう時があったんじゃなくて、今私は今でもこうなのではないかなと思ったんですね。いつも人生の中でね、いろんなことに心を悩まされてですね、あれがしたい、これがしたいとね、はしゃいだり夢中になったりとかしているわけなんです。でも、ある日お医者さんに呼ばれてですね、注射を打たれると。なんでこんな目に遭うんだと、私が何をしたんやと、そういうね、とても受け入れられない気持ちですね。これはこの子ども私そのものやなと思いまして、で、阿弥陀様がね、お医者さんなんだなとね、しみじみとね、感じたわけなんです。阿弥陀様から見たらね、私たちは、重病人ね、ものすごいひどい病気なんですね。どんな病気かと言いますと、三毒ね、三毒の煩悩っていう言葉があります。三つのね、これは一つは憎しみですね。憎い憎いという心、殺してやろうかというようなね、気持ちになったり、貪欲ですね、欲しい欲しい、どうしてもあれが欲しい、あるいはあの人とどうしても一緒にいたいとかね、そういう欲の心。そしてもう一つは愚かなんですね。愚かさ、自分が愚かであるということがわからない、因果の道理というものがわからない、それでね、こういうことのね、重病人で、それを見かねてね、阿弥陀様がですね、難事一心にと、今すぐ来なさいと言われているんです。で、その今すぐ来なさい、私があなたを必ず助けます。助けますというのはね、この世の苦しみを助けるとか、そういう小さいことじゃないんですね。もうあなたが二度と苦しまなくて済むようにね、私が必ずお浄土に連れて行きます。もうそういう苦しい迷いの世界から抜け出させてみせますと、そういうね、ことを言われている。そしてお医者様が出してくださっているのが南無阿弥陀仏というね、お薬なんですね。このお薬を飲んでください、今すぐ飲んでください。で、その飲むのをね、眺めとったらダメなわけなんです。あ、この薬やな、いい薬を知ったなとね、で、ちょっとここに置いといたんでは薬は効かないわけなんですね。飲まないとダメなんです。この薬は本当にいいんだろうかと、まだ飲まなくても大丈夫なんじゃないかと、そう思ってたら薬は効かない、今すぐ飲んでくださいという声を聞くにはね、やっぱり私が重病人であるということを知る必要があります。もうめちゃめちゃお腹痛かったらね、すぐ飲みますね。そういうものなんです。南無阿弥陀仏が届いてくるんですね。ですから私たちがいかにね、重病人なのか、そういうことをね、聞かせていただきたいなとね、思います。はい、今日はね、阿弥陀様がお医者様であると、南無阿弥陀仏がお薬である、そういうお話をさせていただきました。最後に御文章を拝読させていただきます。今年の夏はなぜかことに眠気に襲われて、このように眠いのは一体どうしたことかと考えてみますに、これはきっと浄土に往生する時が近づいたのではないかと思われます。本当にどうしようもなく、また名残惜しいことです。しかし私は今日までも往生の時が今にも来るかと油断せずに、その心構えはしていました。
それにつけてもこの土地で私の亡き後も信心を欠乗する人たちがこれから後も続いてくださるようにといつも心から願っているのです。私が往生することについては何の疑いもありませんが、あなた方の心には大いに油断があるように思います。命のある限り私たちはいつ往生の時が来てもよい心構えで生きるべきです。しかしあなた方はその心構えが十分にできていないように思います。明日をも知れない儚い命です。命が終わってからでは何を言っても虚しいことです。命のある間に疑いが晴れなかったならばきっと後悔するばかりでしょう。どうぞ十分お考えになってください。何万打仏、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 何万打仏。ようこそのお参りでございました。